セレストロンはアメリカ合衆国カリフォルニア州トーランスに本社を構える天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡および自社製品のアクセサリーを製造、輸入する会社である。セレストロンの前身は1955年にトム・ジョンソンによって設立されたバローエレクトロニクス社である。バロー社は工学部品よび軍事用の部品を製造していたが、 ジョンソンは1960年に工学部門アストロイコールオプティカルを設立し1964年にセレストロンパシフィック社として正式に発足させた。セレストロンはシュミットカセグレン式望遠鏡としては初めての大量生産品であるジョンソン設計の合計8インチの望遠鏡 C8 を市場に出したことでその名前が知れ渡ることになった。このモデルにより アマチュア天文家と教育者が手軽にシュミットカセグレンを入手できるようになり、大光景庁商店の望遠鏡を持てるという重大な変化がもたらされることとなった。しかしオーナーのジョンソンは1980年に会社を売却。1997年にタスコに買収され、タスコが2001年に事業停止した時はほとんど倒産状態であった。2003年初頭。 セレストロンのライバルであるミードは乗っ取りを食わだてたが、破産裁判で会社の売却が認められ、元の経営人の元へ戻ることが決まった。この会社がアメリカ企業であったのは2005年4月に SW テクノロジーというデラウェア州にある会社と、シンタテクナラジーという台湾の会社の支社によって買収されるまでのことである。シンタはビクセンや、 セレストロンのような会社によって設計された商品のコピーとなる天文部品の主要メーカーである。日本での代理店は2020年1月よりビクセンが行っている。セレストロンの代表商品 C8 のビンテージ蒸気のように、セレストロンは一般消費者向けのシュミットカセグレン式望遠鏡を大量生産した最初の企業であり、1960年代中頃に8インチの 望遠鏡 C8 を発表した。この望遠鏡の特徴は、トレードマークである、マットオレンジの共闘、ダブルフォーク式席道儀、そして大口径であるにもかかわらず、コンパクトなデザインであることである。その他のセレストロンの製品は、他のメーカーのように、セレストロンは指定された場所に、どこでも向けられるマウントのみならず、コンピュータ化された、天体導入システムを使うためのオプションも、 販売している。コンピューターが搭載されたモデルのほとんどは RS232 ケーブルを介して外部のコンピューターに接続でき、サードパーティーの天文ソフトや GPS 受信機に接続して制御することが可能である。GPS 受信機は望遠鏡に正確な時間と座標を設定するのに非常に便利で、これによってより正確に望遠鏡を動かすことができる。 1972年の設立から、ミードは主たる、セレストロンのライバルである。デザイン、サイズ、新製品開発、そして価格に対する各々の会社の生産ラインや、モデルに至るまで互いが競争によって、影響を及ぼし合っている。そのせいで、二社間で特許に関する訴訟さえも起きている。ありがとうございます。